吉田さん、ドラゴンボール見てましたか？ミスターサタンね。実はドラゴンボールの原作者であられる鳥山明さんってエホバの証人だったんですね。私ね、これね、20数年前に聞いて、ああそうだったんだってびっくりするのと同時に、あのクレヨンしんちゃんの原作を書いてらっしゃる方もどなたかかわかんないんですけども、エホバの証人だっていうふうに聞いたんですよね。もちろんあの裏付けを取ったわけじゃないんで、そのエホバの証人あるあるネタみたいなもんですけども、かなり信憑性があるなと思ったりね。あとマイケル・ジャクソンのお母さんが あのエホバの証人でらっしゃって、でマイケルは幼い頃からずっとね、一緒に伝道奉仕って言ってピンポーンってやってね、エホバの証人ですみたいなことをやってたらしいですけども、あのスリラーってい このアルバムを出した時にかなりエホバの証人とこう揉めたみたいなことを聞いたりとかね、まあそういうことを考えて、エホバの証人っていうものと社会に、こうね、いろいろと活躍している有名人っていうのを見るとなかなかね、面白いなと思ったりしますよね。ちなみに鳥山明さんっていうのはサタンの力が強くなってきた、要するに、ね、聖書の中でサタンっていうのは蛇とか竜っていうのに形を変えてくるそうなんですよ。で、鳥山明さんが漫画があれほどね、かけてヒット作を飛ばせたのはサタンの力が働いてたっていうふうに自分で気づいて、だからやめたって言ってたんらしいんですよね。で、鳥山明さんの方に、もうね、あのドラゴンボールをパチンコにしましょうみたいな話があったけども、まさに富と悪魔のなせる技、大いなるバビロンだって言ってからね、断ったみたいなことも聞いてます。以上は私のお伝えする都市伝説、信じるか信じないからまさにあなた次第ということなんですけども、結構有名な話なんですよね。で、ヘバラ商人さんって確かに会員を増やすためにあの訪問してるんですよ。これ述べ伝える技っていうんですけどもね、もう町から町へ、家から家へ、こうね、こんにちはこんにちはとか言って、あのもう聖書の真実を知らせようとしてます、で、なんでね、知らせるかっていうと、エホバの証人さんとしてはこんな素晴らしい真理をね、知らせないってことはその人の命を奪うことだから、だから知らせないといけないんだっていうふうに思ってるんです。知らせるのが親切だと思ってるんですよね。でも世の中の人はいろんな情報に毒されていて、自分たちの素晴らしい話がなかなか聞けない、忙しい、勘違いしてるってことで受け取れない状況にもあるから、何回も行ってタイミングがいい時っていうのを探していこうっていうふうに考えてるらしいんですよ。で、その上で、聖書のことをお話しして、断る人はもうそれはしょうがないと、断ったらその人はその人の判断で、地上の楽園っていう選択肢をもうやめたわけだから、永遠の生命がなくなって、もうね、死に向かう、滅びに向かうってことで、あ、ご愁傷様でしたみたいな、そんな形らしいんですよ。でもね、じゃあエホバの証人さんに一生会わなかった人、それで死んだ人はどうなるのみたいな疑問が当然湧くんですよね。当然私も聞いてみた。そしたらですね、そういうふうにエホバの証人に会わずに聖書の真理を知らずに死んでしまった方とか、生まれてすぐ死んでしまった方でもそうですよね。それからエホバの証人さんが全然いない市区町村とかね、まあ、市区町村、日本は全部エホバの証人いますけども、なんかこう絶海の孤島とかね、そういうところで生まれ育って死んでしまって、たまたまエホバの証人さんを知らなかったでね、聖書の真理を知らなかった方はどうなるかと言いますと、それはね、将来アルマゲドンの時に、もう一回ね、真理ってものを知らされて、それでどっちにするかを決めてくださいっていうふうに言われる、いわゆるね、あの選択のチャンスを与えられるらしいんですよ。今世の中滅んでこうなったけども、あなたどうする、神につく、それともサタンにつくっていうふうに選ばされるそうなんですよ、確かね。で、そうなるとまた新しい疑問が来るんですよ。だったら結局そのアルマゲドンの時に知らずに死んだ人は全員ね、そういうふうに一人一人どうするって聞かれるんだったら、何もエホバの証人さんがね、焦ってあっちこっちに行かなくてもいいんじゃないかなと。どうせ知らずに死んだ人っていうのはその時にアルマゲドンの時、将来ね、どうしますって聞かれるんだったら、別に今ねどうしますって聞かなくてもいいと思うんですよね。だからこういうふうなこともね、なかなか考えるところであるなと思ったり、それから吉谷さんが言われたように、訪問して断られたらやっぱりね、嫌な気持ちになりますよ、へこみますよ、嫌になっちゃいますよ。で、それを多分神から与えられた試練っていうふうに言うんでしょうし、考えるんでしょうね。まあそれはそんなに悪いことじゃないと思いますけども、こういう言葉があるんですよ。神様はあなたに乗り越えられる困難しか与えないみたいなね、そんなこと言いますよね。なんとなく励まされる言葉であって、私もねそうかなというふうに思ってるんですけども、逆にですね、じゃあ耐えられないってことは神様がそれについては耐えられるような力を与えてくれないんだよねってことで、訪問して旬となる人はこれは自分の責任ではなくて、神様がそういう精神力しかくれなかったというね、もう圧倒的な差別なんですよね。精神力が強い人、精神力が弱い人って最初から設定して作ってるわけですから、本人が頑張ってもダメっていうことをね、肯定しなくちゃいけないのかなと思っちゃうんですよね。嫌になっちゃいますよね。まあどっちにしてもね、世の中って、そして自分の人生って急には変わらないんですよ。急に変わろうと思ったらすごくダメージがあります。電気自動車の話もありましたし、クローン人間の話もありました。技術的に可能でも、それを
もう全員がね一気に使うとやっぱり社会体制崩壊しちゃう可能性があったり、もう追いつけないんですよ、そういう急激な変化に。まあ、ですんで一部のお金持ちとか一部の話の分かる人から徐々に使っていって、そういった使ったサンプルを見ながら、え、そんなものがあるの、ちょっと自分でも試せるかなみたいな感じで徐々に広まっていくみたいなところだと思うんですよ。そしてある時もうブレイクするというね、これがね、だから日本の明治維新みたいな時と同じで、最初は一部の人が鎖国っていうのをやっていた時に、出島とかで鉄砲とかね、車とか医学とか一部の技術をこうやって見て学んで、それでそれを使ってきて便利に過ごしてきたと思うんですよね。で、明治維新が起きて、そういうものが多くの人に知られることになったりとか、もういろんなね実績が出ていったところを見て、多くの人がじゃあ自分もみたいな感じでやると、そうすると価格が安くなって提供者が増えるんで、もっとみんなに使えるようになるっていうようなね、そういうふうな形で、ブレイクしたんだなと思うんですよ。でここがねビジネスとも似てるところなんですよ。最初は自己アフィリエイトすらなんかうまくいかないんですよね。でもそれを繰り返していくと上手になってきて、今度上手になると人に教えることも上手になるんですよ。だからブレイクするみたいなね。で自己アフィリエイトがよく分かると、アフィリエイトが分かるようになってくるんで、アフィリエイトもブレイクするみたいな。でそういった形でアフィリエイトで資金ができるから転売もうまくいくとか、いろんなビジネスに投資することもできるから、 2,3 個失敗してもまだまだ次の新しいものにトライできる資金もできる、余剰資金が毎月できるみたいな感じになって、何をやっても当たったように見えるんですよね。でこういった形なんじゃないかなと。だから、自己アフィリエイトすら満足にできずに、余剰資金がもう30万しかなくて、これがなくなったらまたね2年3年余剰資金作るの待たなくちゃいけないっていうことになると、これは一発必中は本当難しいですよ。だから余剰資金がいつも作り出せる状態ね、吉谷さんみたいにビジネスすれば30万とかビジネスすれば50万みたいな作れる状態にしといたら、どんなことが起きても怖くないですよね。だからこういうふうなのをスタートラインにするために、私はね、やっぱり最初に、いつでも意識すれば余剰資金ができる、しかもそれを明日現金が欲しいという時は明日現金がつかめるようなね、そんな力をつけておくのがいいのかなと思うんですよね。だから例のやつにしてもやっぱりね資金が寝る時間があるわけですよ。だから全部戻ってこないと含み損の状態がずっと続いてるっていう見方もありますしね、そういうことも考えて、いろんなね、資金管理とか資金計画するべきかなと思いました。ね、横の証人さんからこんなところまで話が展開してきましたね。はい、じゃあ次の動画見るんでちょっとまた失礼します。